防災非常袋、防災非常袋とは、災害時に持ち出す必要最低限の物品を入れた袋である。防災非常袋、非常持ち出し袋あるいは、単に非常袋や防災袋とも、は簡易なナップサックないし巾着状の袋であるが、特に被災した際にすぐさま持って避難できるよう、まとめられたもので、一般に被災直後から、 救援活動の始められる一内し数日間の間、被災者の生命をつなぐものである。このため個人が各々携帯することを前提とした一人用のものから家族単位など少人数に対応したもので、持って歩くために必要最小限で軽量なものに止められる。考え方としては、被災者個人を助けるために日常的に保管し、災害時には、 すぐさまそれだけを持って避難できるようにするため、持病などで所定の医薬品が必要な場合では、以下に示す、入れるものに加え、この医薬品も含まれるべきである。また直ちに生命の危機に直結するわけではないが、衛生を管理し食中毒など疾病を予防する観点から、ウェットティッシュなど日用品や、あるいは、女性の場合には、生理処理用品など、生活必需品も上がる。 乳児のいる家庭では、乳児の食料となる粉ミルクと食事に必要な哺乳瓶も必要となることだろう。このほか、貴重品や金品などを含めるという考えもあるが、こちらは入れっぱなしにしておくことに向かず、また、普段通路など目につく場所に手に取りやすい形で置かれることになる防災非常袋家に泥棒などに持ち逃げされるリスクも問題となる。ただ、 被災時の連絡手段としては服装の発生しやすい携帯電話では難があるため公衆電話停電時にはテレホンカードが使えない場合がを使うための奨学効果なども上がることもある大災害の場合には避難所に災害時優先電話になった特設公衆電話が設置される防災非常袋は被災時にパニックなど細かい判断が難しくより 衝動的な考えに支配されやすい場合や、また火災や倒壊など直ちに建物から離れなければ、ならない、突発事態に際して、すぐさま手に取って持ち出されることを前提としている。このため建物、住居家屋、企業施設などの、出入り口付近に壁掛けなどの形で設置されるべきで、ある。なお形状としては、手に持ったままだと被災時に手をついて移動したり、 他の道具が使えないなど不便であるため、背負って携帯できるようになっている製品が主流である。他、必要最低限に限定して、ベストポーチなど、軽量で、より行動を妨げない。ただし、容量は、小さいバック類などにまとめられる。火災に遭遇してもすぐ燃え移らないよう、何年素材で作られた製品も見られる。その他、過去の写真アルバムや遺品等。 被災によって喪失すれば、後になって、金品をいくら支払っても取り戻せない貴重な品を、防災費帳袋の中に収めるという考え方も出て、来るが、邪魔にならないほどかさばらないものを除く失いがたい。思い出の品は、耐火金庫など耐久性のある容器に封入して、事後回収する方が、思い出の品もろとも避難が遅れ被災するよりは理に、かなっている。 救援開始までの3日の間に必要とする水、成人が1日にから3リットルや、食料だけでも行動に制限が出かねない重量、目安は10から15キログラム程度になりうることから、災害の最中に、家財道具一識は、なおのこと思い出の品などを持ち回るのは、現実的とは言い難いためである。なお上に述べたのは、被災時にすぐさま持って出る、一時避難ための、非常袋であるが、 この他にも収容避難場所など被災した家屋を離れ、集団生活をする、二次避難ために必要な物品を、納め、防災袋も必要と考えることができる。こちらは、初期救援活動が開始された後に必要なものである、ため、すぐさま喫食できる非常食や、応急処置に必要な医療品は必要性が減税られ、一方で肌着など、衣類や石鹸、歯ブラシセットなど、 携帯の便が良い日用品が求められる。このほか避難所では、集団で生活を余儀なくされ絶えず、明るく人のざわめきがあるなど、ゆっくり休みにくい環境であるため、アイマスクや耳栓など睡眠を補助する道具も考慮される。このほか、非常袋では必要最低限のものだけに留められるが、防災袋では、多少かさばり重い飲料水のタンクや食料、衣類、毛布など、 状況に応じて追加的に必要と考えられる。物資も含められる。ただ、その場合にも、被災し、足場の悪い道路を徒歩で移動することを考慮し、持ち歩ける程度に止められる。内容物が、消費期限の関係で、使用不能になっていることは、はなはだ問題があるため、例えば、日本では、防災の日など、所定の日に、定期的に内容物が改められ、 いつ、いつでも利用できる状態であることが望ましい。例えば乾電池では自然放電によって消耗、さらには機器に入れたままにしておくと液漏れなどで機器の機能を損なうこともあるため、非常防災袋では別々に保管し消費期限を確認しておく必要がある。こういった問題に関しては人力発電など他に電力を求める機器も少なからず販売されている。 実際に防災ヒー袋を持ち出した場合、避難先で物資を持つ者と持たざる者との対立が起こることがある。また、古い家屋に防災ヒー袋を置いている場合、害虫などの影響で用をなさなくなる可能性がある。以下は一例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。